酒井康之君。自由民主党の酒井康之でございます。総理に対して、お質問をさせていただく機会をいただきましたこと、ありがとうございます。まずはじめに総理にお願いをしておきたいと思います。新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が延長されます。これまで東京、京都、大阪、兵庫県が延長し、新たに愛知県と福岡県が入ると、そして、まん延防止等の重点措置が、これが宮城県、沖縄、埼玉、千葉、神奈川、愛媛県ということであります。引き続き総理にはですね、しっかりと前を向いて対応していただきたいことをお願いしておきたいと思います。それでは質問に入ります。私どもの人口の減少というのは非常に深刻で実はあります。で、高齢者の人口が大変にこれからピークに移ってまいります。で、超高齢化社会時代に入って、これらのですね、日本の経済社会構造というのが大きな変化を起こしていると総理は思います。これまでの人口増を前提として作られてきた現行の社会のシステムではですね、もうダメで見直さなければならないという事態にあるというふうに思います。新しい資源を発掘活用して社会全体の効率化を図ることが本当に必要だというふうに思います。こうした中において地方行政体制の在り方についても大いに検討していかなければなりません。総務省の自治体戦略2040構想研究会の第一次報告に、2040年頃にかけて迫り来る我が国の内政上の危機というのがあります。ここにありますけれども、一つは若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏、二つ目が標準的な人生設計の消滅による雇用教育の機能不全、3つ目がスポンジ化する都市と朽ち果てるインフラ、この3つに整理をされております。これ役所としてはですね、大変厳しい判断をしてやったんだなというふうに私は思っております。その整理の中で、行政のデジタル化がですね、経済社会の各分野と比較をして遅れているということは、と同時にそのことがデジタル社会の実現を阻む要因になっているということは前から指摘されているところでもあります。で、持続可能で個性豊かな地域社会を形成していく上では、その地域課題に総合的に対応する自治体に求められる役割は大変に大きくてですね、社会福祉関連業務の増加だとか、災害対応、今回のコロナ対策などもそうですけれども、そうした変化やリスクに適応したものへの転換が必要になってまいります。高い能力が求められる業務を限られた職員で担っていかなければならないというのが今の現状です。現在の状況では非常に厳しいものがあると私は思います。例えば特別定額給付金のケースでありますけれども、本委員会でも何度も質疑がありました。自治体ごとに構築されているシステムでは遅延やトラブルの発生は避けがたいものだというふうに思います。国際競争力の強化や国民の利便性、新型コロナウイルス感染症対策への対応を含めて、社会の変化に伴う新しい社会システムの構築のためには、デジタル社会の形成は不可欠であります。今、スピード感を持って進めることが大変に重要だというふうに考えます。社会全体で徹底したデジタル化が進めばですね、東京一極集中による人口の過度の偏りが緩み、そしてこれによる大規模な自然災害だとか感染症リスクの低減も期待できると私は考えます。デジタル社会形成の基本原則に10項目を挙げています。このうちの1つ、オープンで透明、2つ目安全が大事、安心が大事、3つ目がいわゆる継続安全強靭、4つ目新たな価値の創造、この4つは大変に私は重要だというふうに考えております。ただしかしながら、デジタルによるシステム化を進めていくにおいて、いまだ納得のいかない点もたくさんあるんだろうと思います。例えばマイナンバーを制度による個人情報の扱い、国が情報を管理するのは怖い、自分の情報がどのように取り扱われるのか、目的外に使われ漏洩してしまうのではないかなどの国民には不安感もあると思います。こうした不安を払拭し、国民の理解を得るために、
デジタル社会の形成に向けて、これから先もしっかりとした説明が必要だというふうに思います。どのように説明をしていくのか、総理のご見解をお願い申し上げます。菅内閣総理大臣。今回の感染症では、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れ、こうしたことがさまざまな課題が浮き彫りになったと思っています。私自身、思い切ってデジタル化を進めなければ、日本を変えることはできない、そういう思いを強くしたものであります。役所に行かずともあらゆる手続きができる、地方にいても都会と同じような仕事や生活ができる、こうした社会を目指して、誰もがデジタル化の恩恵を最大限受けることができる、世界に遜色のないデジタル社会をぜひ作り上げていきたい、このように思っています。そうした中で今回の法案は、個人情報の一元管理を図るものではなく、国や自治体において引き続きそれぞれの個人情報を保有する、そのことを前提としてシステムやルールを標準化、共通化し、データも利活しようとするものです。今、委員からご指摘をいただきましたとおりに、政府としてもこうした点を丁寧に説明をしてまいりたいと思います。そのことによって、国民の皆さんの払拭を、不安を払拭をしていきたい、このように考えています。委員長、酒井康之君。今ありがとうございます。総理から一元化を、図るものではないということをいただきました。その上で、次の質問をしたいんですけれども、これまでこの内閣委員会のデジタル関連法案をやっていく中で、平井大臣の答弁をずっと伺っておりまして、野党の皆さんも平井大臣に対する期待は非常に私は大きいのではないかというふうに思います。で、デジタル庁は予算も一括計上することとされておりますけれども、既存の省庁には権限や予算を手放すことへの警戒感があります。抵抗する省庁もあるのではないかというふうに指摘もあります。こうした点を踏まえると、他省庁などとの調整が非常に必要になってきます。各分野からいろんな意見があることは私も承知をしております。参考人の時、委員会での参考人の方から、こんなご意見がありました。デジタル化がどういうふうに経済に及ぼすかというと、その効果についてはまだ誰も分かっていないというご意見がありました。ならばそんなに慌てることはないんじゃないかという方がいるかもしれませんけれども、というわけにはいかない、そんなわけにはいかないというのが私は思います。日々進歩するデジタル技術については、これで終わりというものではありません。特に日本のデジタル化がまだまだ遅れているという現実、そしてデジタルというものが漠然としているという現実、ゆえに多くの議論を積み重ねながら、とにかく前に進む、一歩踏み出さなければ日本の未来は見えてこないというふうに私は思います。総理も多分そう思っていらっしゃると思っておりますけれども、今国会にこの法案を提出し、国民のご理解をいただいて、一刻も早く行政改革等を進めることで、一人一人のニーズに合わせたサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会、さらに国民が安全で安心に日々を過ごせるようにしたい、そんな強い思いだと総理は思います。また先ほども触れましたが、デジタル化の進展は、個人のプライバシー侵害の恐れを高める価値もあり、個人情報の体制運用が不十分なままであれば、行政のデジタル化に対する国民住民の理解を得ることはできません。平井大臣は常に現場の声が大事だというふうに言っておられます。現場が一番大事だというのは総理も同じだというふうに思います。私の経験から申し上げます。熊本での経験でありますけれども、どれだけ官房長官の時に私は総理に救われたか分かりません。現場を大切にしていらっしゃるのは私は身をもって感じております。そういう意味で、国民に納得してもらえる仕事を現場を預かる平井大臣の手腕が本当に十分に発揮できるように、ぜひとも総理が先頭に立ってリーダーシップを取っていただきたい、デジタル社会の実現を図っていただきたいと思います。総理のご決意をお願い申し上げます。菅内閣総理大臣。先ほど申し上げましたとおりに、誰もがデジタル化の恩恵を最大限受けることができる、世界に遜色のないデジタル社会を実現したいと思っています。このような改革の象徴として、
デジタル庁を始動させます。デジタル庁はご承知のような組織の縦割りを廃し、強力な権能と初年度は3000億円の予算を持つ組織として国全体のデジタル化、ここを主導するものであります。デジタル庁のトップとしてデジタル庁の司令塔機能を遺憾なく発揮をさせて、国地方民間を通じたデジタル化、こうしたものを強力に進めてほしい、こういうふうに思っています。坂井康之君。ありがとうございます。平井大臣に一言もらいたかったですけど、ありがとうございました。頑張ってください。お願いします。木戸口。